制御するとで今まではその電流流れる流れの制御のところに、まああの二酸化シリコンの、ゲート膜が入ってですね、まあ、それがこう、まあ、制御する、まあ、浮かせる元になってるんですけども、はい、でこれちっちゃくするのはいいんですけども、ちっちゃくしすぎるとですね、漏れ電流っていってどんどん電流流れてしまうとですね、結構つらかったんですね。でそこをですね、まあ、今回日本人なのは、こういう電離して、まあ、流れにくくするとか、それから、まあ、ハフニウムという新しい素材を使ってですね、まあ、次の、この、二酸化シリコンに変わる、まあ、新しい素材を使ってですね、頑張ると思う。はい、まあ、うちの、親父っていうかですね、ゴードン・ムーアっていう親父が、ジーが入ってて、もう40年以来 の、まあ、あの新しい発見が出てますので、はい、まあ、これを使って頑張っていきたいと。なるほど。はい。はい、まあ、そんな感じで次のページですね。で、ここがですね、まあ、これ、喋ると2時間操作なんですけど、今から2時間喋ったら、電車なくなっちゃいますので、まずいということで、ここは5分で済ませますけど、まあ、こちらの左側の方が今までのですね、コアのアクロアクテクチャーのいいところというのをずっと説明した項目なんですけども、そこから今回の天気での拡張は、まあ、一応箱にはいろいろ文字列入ってますけども、結構ね、細かいんです、あの拡張としては。本当になんかこう、重箱の隅をちょっとずつ拡張して、きれいにしたいなと思うんですけども、そういったのがですね、まあ、ちょっとずつ良くしてますよっていうのがですね、はい、今日は説明すると、みんな ここに出ますので、やめときます。これはまた別途ですね、機械が説明します。で、次のページに行ってですね、まあ、こういった細かい改良することによってですね、例えば車に例えると、わかりやすいですね。例えば、ワゴン車のこういう、まあ、2006年のモデルだったのが、2007年のモデルになりましたと。はい、というような感じでですね、はい、要はそのモデルチェンジするとちょっとずつこう丸重車のとこみたいにこう、ね、フロントのとこのね、あの見た目が変わるとか、はい、あるじゃないですか、はい、でこれもまあ今回のその見た目の、マイナーチェンジっていうのはどんなもんだろうと、まあ、CPU としてそうですね、あのコアトゥーリオはコアトゥーリオということで、はい、あの基本的には変わらないんだけども、うん、ある意味こうマイナーチェンジっていうのがこうガラッと変わってる部分が実はあるんだと、そこだけ直するとよくあの変わってるよっていうのがあるんですね、ただまあプロセス製造プロセスに関しては65から45に変わったので、はい、これ自身はもうフルモデルチェンジでしょうと。そうですね、でこれができることによって、まあ、省電力に、まあ、十分貢献しているでしょうというのがあります。はい、まあこんな感じで。でこれ一応もうこのページは終わりです。じゃ次のページ行きましょう。まあ、あと何分ぐらい滑ればいいですか。なんですね、6分か5分ぐらいですか。わかりました。で性能はということですね。ここはですね、前回の普及拡大の、まあ、普及拡大って言ってもまあちょっと高みですけど、3ギガヘルツの。それから、E の8500で、まあ、周波数分では、5% 上がってますの で実際にどれぐらい上がったのかっていうのを比較してみましょう。お、あれですね、微妙に、左側は右側は 5% ぐらい、こっち左側の方が、指数マークだとか、それからエクセルの計算でモンテカルロっていう、まあ、いわゆる再計算、まあ、比較的計算中で計算するのが多いんですけど、まあ、こういった場合には 7% から 17% なので、はい、まあ、そんなに、まあ、周波数分プラスアルファとかで、再計算するのは多分足方が増えてますので、まあ、こういったところが寄与して性能が伸びてましょうと、はい、で向こうの右側の方は59% 増しとか 89% とか、はい、これはあの TMPEL のエンコーダーだとかで、これ MPEG2 でやってますね、はい、それから DBX でのエンコーダーだとか伸びてます。でこれはSSE4 っていう、なんかの、ストリーミングシングルエンジン、あれを使って、その性能をですね、うまく使いこなした場合にはこれぐらい伸びますよっていうのがあるんですね。私、結構風調してましたんで、これ、多分上がるだろうって言って。そうそう、嘘じゃなくてよかったです。ありがとうございます。でもね、TMPEG は MPEG2 で、MPEG、他のやつとかやると、はい、またそれぞれ、エンコードのブロックのソフトが変わってますので、うん、ここでは確か MPEG2 だったんです。はい、はい、ありました。で、次。でこれはですね、まあ、他にもコンシューマーなアプリケーションで、はい、例えば2番目だったら iTunes だとか 9% 増したとか、はいはい、それから4番目のやつだと、Photoshop のライトルームですね、デジカメラのでもやっぱりあれですね、天野さんね、HD ビデオのエンコーディングとか、そう、あっちの2つは実はお約束で、はい、前のページがスマホで持ってきちゃったんですけど、ずるいわけよね、ですよね、そうですね、同じ見てみると、はい、そうそうそう、なのでこういったようなですね、コンシューマーのアプリケーションで、比較的ですね、キャッシュに当たってうまく性能伸びるかなとかっていうやつはですね、はい、ベンチマーク、例えば指数マークなんか伸びないんですけど、はい、それ以上に性能伸びる可能性がありますっていうのがですね、はい、この表で言いたいところなんですね、はいはい、じゃあ次のページです。まあでも先ほど言った通りですね、 SSE4 っていうエンジンを使えばですね、例えばこういったところのビデオ編集だとか、はい、まあ、エンコードですね、吐き出すとか、それからデジカメの写真編集とかでフィルターの綺麗にしてだとか、明るいものだとか、
まあ、いろいろやると思いますけど、そういったようなことをやる場合にですね、生成4を使う機会多いと思うので、これであれば、まあ、うまく使いこなすと大体4割ぐらい性能上がる可能性ありますよっていうのがポイントです。ここら辺はまあツボっていう、ね、そうですね、はい、もし使わなくてもまあ大体、大体 10% ぐらい伸びるかなっていう、そのキャッシュとかのね、はい、期待を考えてみようかと。はい、じゃあ次お願いします。あ、出た、またまた出ましたね、こんなにされるね、はい、丸が書いてあるけど、わかりますよね、クセジの意味が全くないですね、全くないね、まあ今までの製品をですね、はい、量産型のザ・ン・ザ・ン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 ・今回のウルフデールは何とか、次のクワットコアのヨークフィールド何とか、次ザ・クルルですね、ザ・クルルですか、いやいやいや、違う、どうですかね、コンローが基本のザクだということで、じゃあ次ってことで、まあ、今夜発売のウルフデールは、はい、量産型ドーム2気分でしょう、うって言っちゃいましたよ、はい、じゃあ、ドーム、はい、次、ゼロスですね、はい、次、ちょっと後に発売のネオクイズはさらに追加することで量産型ドームって感じでですね、まあ、都合4ですね、全部が、はい、本当はここ4にしたかったんだけど、間違えちゃったんだけど、ね、あ、なるほど、プラス2ですね、はい、で、C1 ステップですね、全部で4つって、はい、分かりやすいんだか分かりにくいんだかよく分かんないっていう、俺もね、やっててよく分かんないで、写真で、まあ、今回 のヨークフィールドが、まあ、次出てくるやつは青い4点線、はい、今だったら青い2点線ですね、なるほど、はい、で次の黒いやつだったら、ね、黒い4点線になったら嬉しいかなって書いてますけど、はい、分かりやすいような、分かりにくいような、はい、あんかいたみたいな、ああ言ってしまった、あ、はいはい、まあ、こういった守備もできたらいいななんて言って、まあ、私この子可愛いんで好きなんですけど、あくまでも冗談なので、はい、冗談冗談、もうシャレですからね、深夜のブレイクモードということで、またインテルの候補としては何か言われる、言われるでしょうね、あ、いや、すいませんみたいな、はい、はい、次行きましょう、デュアルとクワットどっちにするか、これはちょっとあれですね、ポイントですね、はい、ですね、はい、じゃあ次ポッて、これはですね、まあ、車に例えたらですね、デュアルコアはこういったセダンの車でしょうと、で対してクワットコアはでかい車だと思うんです、はいはい、で、なんでかっていうと、最高スピード出すんだったら、やっぱりちっちゃい空力抵抗はね、少ないのが伸びるんじゃないですか。なるほど。例えば3ギガ 3.16 とかもう出てる。はい、そして、今のね、あの、ヨークフィールドだったら3ギガ、はい、下の方で読みたい。なので、スピード出すんだったら欲しい。はい、だけど、たくさん人が乗る、例えばここに6人と乗せたい。まあ、アプリケーションの数だと思ってください。はい、そしたら、6人乗せるの辛いですよね、これね。結構キュッキュするじゃないですか。はい、なので、性能がこうキュッキュするのが落ちやすい。なるほど。だけど、6人だったら向こうのクワットコアだったら落ちにくいじゃないですか。まあ、そのまま快適に乗れるじゃないですか。はい、などが、まあ、違いがあるかな、なんていうので、はい、まあ、こんなのをイメージしていただければと。言うので、カンペで巻きが入ってます、ね。あ、巻きが入ってます、はい、カンカンカンって言って。じゃ次。そうそう、最後のネタに。で、クワットコアいつゲットできるんですか、はい、一応、これはですね、一応、3月中にはゲットできるようにしたいと、今やっておりますと。はい、巻いていきましょう。はい、皆さん説明やりましょう。わかりやすいですね。わかりやすいですね。これは今日はもう時間がないのでやめましょう。はい、はい、これもいいです。はい。ごめんね。まあ、それはまたゲット。あ、またわかりやすい図が。あ、これでも、これ説明したらすごい時間なので、ここでいく。全部、どんどん行きます。下に10個ぐらい。はい、ここって。ここって言って。ここって。庭戸じゃないのかな。でもこれぐらい説明できるように、一応、用意をするから。用意をしてるね。はい。これ見るとすごい嬉しい人もいる。あ、最後、最後。あ、出ました、出ました。はい。はい。はい、最後の質問。はい。大脱線ネタ。某掲示板で、テヘボンダさんって言うんですかね、これ。はいはいはい。っていうのが大暴れしてるそうですけど、これは天野さんですかっていう。はい。これ知りたとしてですね、後であの、Google で、テヘボンダと天野っていうので、見てみてください。はい、ぜひぜひやってみてください。面白い結果面白いからね。はい。あの、でも俺がどうかはね、これは、テヘボンダは天野さんなんですか、秘密です。あ、そうですか、わかりました。俺がイエスとノーと言ったら、イエスって言ったら多分翌週から多分広報に山のように電話かかってくるだろうし、はい、ノーって言ったらつまんないので多分本当に ね、秘密にしておきます。はい、秘密にしておきましょう。はい、秘密です。はい、じゃあ秘密が出たところで、はいはい、長々とすいませんね、いえいえ、お時間となってしまったんですけれども、はい、もう皆さん真剣に聞いていらっしゃいまして、本当はね、まだまだお話いただきたいんですが、ね、ここであと2時間話して2時間ね、今度もうちょっと長くしましょうかね。そうですね、お願いします、ね、様時間もね、はい、そして、ここからはですね、皆様お待たせいたしました、大抽選会を行っていきたいと思いますので、抽選券を出してください。そこに番号が記載されております。この番号があなたの番号となりますので、よろしくお願いします。そして抽選ボックス、あ、天野さん、大丈夫ですか、頑張ってくださいね。じゃあまずですね、商品を見せてもらいたいと思います。一つ目はこちらです。はい、じゃあ
つくば帰るさん、すいません、いつもいつもなんですけれども、ね、私の DVD を用意していただきましたので、はい、いいですね、1234セットで、はい、抽選会ってあれもついてますからね、抽選会ってもついてますので、ぜひですね、ベタですね、はい、抽選会に準備しようかね、でこれはもちろんね、高橋さんに引いていただきたいと思います。皆さん出しました？抽選券ね。はい、じゃあ振って振って、はい、私も手が入らないってことが今箱壊してますからね。